新選組の大石さん、いかがでしょうか。はい、ええ、泊れ、あの政権が、まずは賃上げやろうって、言い出すっていうのは、まあ、いいことだと思うんですよ。 で先ほどの介護の賃上げの話、えー、9000円はしょぼいって言いましたけれども、まあ、これ、しょぼいだけではなくて、制度的にひどすぎるんで、変えてほしいんです、ちゃんとやってほしいんです、えー、2月から前倒しで9000円の賃上げ実施でて宣伝してるんですけれども、具体的に結局行われるのは6、6月以降に払うって言ってるんですね、それまでの2、3、4、5、6月分、5ヶ月分を事業者に、介護の事業者に建て替えろって言ってるんですよ、これはあまりにもひどい資本主義なんです。それからです、ねえー、維新の 方々え賃上げのために成長とかね、先ほど、賃金上げるのさえ食い止めるのかと、さらにひどいなっていうことなんですね、これ、真に受けてたら賃上げどころか、賃下げ続くだけなんですよ、実際、雇用の流動化っていって、労働者をクビにしやすくする、解雇規制緩和を早くやれって岸田政権を突き上げてるんですね簡潔にお願いします。